さあ、選挙部の岡谷と申します。普段 KGK という学生伝道団体で、私は主任という仕事をしています。いろんな大学に回って、大学でですね、聖書を持ってってですね、いろんな学生と、福音を分かち合うような仕事をしています。月曜日と金曜日はここのお茶の水クリスチャンセンターで選挙部のスタッフをしています。実は、私2日前までですね、東南アジアのですね、タイに行っていました。東アジア地区の、大きなイベントがあって、そこに出席するために行っていたんですけれども、まあですね、東南アジアに行くとですね、私いつも現地人に間違えられるということがありまして、今回もですね、早速飛行機の中で税関の書類、僕だけなんか言語が違ったんですね。で、私日本人ですということで返したんですけども、そんなタイでですね、本当にすごく楽しかったんですけど、めちゃくちゃ暑い国なんですね。日本も暑いんですけども、タイもやっぱり暑くて、特にビーチの近くだったので、本当にもう日光がすごくてですね、外を歩いているともうすぐ喉が渇いてしまうんですね。でも感謝のことに、タイは物価がものすごく安いんです。もう500ミリリットルのコカ・コーラが30円なんですね。もう飲みまくりました、ね、もう不思議とですね、コーラを何本飲んでも、飲めば飲むほどどんどん喉が渇いていくんですね。おそらくその、乾燥のせいだと思うんですけれども、むしろ少し飲むと前よりもなんか喉が渇いたようになっていくことを経験しました。そこでですね、私ふと疑問に思ったんですけれども、なんで人間って喉が渇くんだろうなという疑問を思いました。小学生みたいな疑問なんですけれども、早速それをですね、 Google で質問してみたんですけれども、そうすると、喉が渇くというのは脳内の水が、水分が足りないという信号をですね、脳から発せられる体のサインだということが、書かれていました。その脳から発せられる水が足りないよっていうそのサインを無視し続けるとどうなるか。私たちは脱水症状に陥って、そしてそのままずっと水を飲まないと、最悪死んでしまいます。実は私たちにはもう一つのサインがあるんですね。それは喉の渇きではなく、心の渇きというサインです。心の虚無感、何かが足りない、もっと刺激が欲しい、認められたい、それぞれ私たち状況が違う中でも、みんな同じようにきっと人生のさまざまな場面で心が渇くという経験をしたことがあるはずです。今日はこの心の渇きに焦点を当てて、聖書が私たちに何を語っているか一緒に学びたいと思います。今日の先ほど読んでいただいた舞台は、タイよりも熱いサマリアと呼ばれるですね、地域のスカルという町でした。この一帯は現在でも日中、さっき調べたらですね、37度でして、40度近くになる日もあるような、そんなものすごく暑い地域です。そんな暑い地域にヤコブの井戸という井戸がありました。その井戸の下で2000年前に起こった出来事です。まず2人の登場人物が、登場します。1人目はイエス・キリストです。彼は、当時のユダヤの教師であり、多くの人の病を癒し、多くの人を教え、当時人気絶頂でした。彼はこのストーリーの登場人物なだけではなく、実は聖書全体の主役でもあるんですね。聖書という書物のメインキャラクター、聖書はこのイエス・キリストはただの人間ではなく、神様が地上に遣わされた神様の一人子だというふうに証言しています。そんなイエス・キリストは、3節、ユダヤ地方からガリラヤという地方に移動したというふうに書いてあります。そして4節に書いてあるように、ガリラヤに行くために間にサマリアという地域を通った。実は地図を見ると分かりやすいんですけれども、ユダヤがあって、サマリアがあって、ガリラヤがあるというような、そういうふうに並んでるんですね。実はその道は普通の人は通らない道でした。なぜかというと、そのサマリアという地域を通りたくなかったんですね。実はそのサマリアという地域はもともとユダヤと同じ民族でした。しかし北イスラエルと南ユダ王国に分裂して、
アッシリア帝国に滅ぼされてからですね、そこのサマリアの地域の人たちは、周辺の国の民族と結婚して純粋なユダヤ民族ではなくなっていった。当時のユダヤ人の社会から見ると、まあ、異教の国民と結婚し堕落した汚れた民族、そういうふうに見なされて嫌われていたのがそのサマリアに住んでいた人たちでした。ですから通常はガリラに行くためにはわざとですね山の方を通って遠回りをして、行ったんですけれども、しかし4節にあるようにイエス様はあえてこの道を通りました。しかも通らなければならなかった、通らなければならない理由があったというふうに書いてあります。さらに8節にあるように弟子たちを買い物に行かせ、わざわざ一人きりになっていたんですね。当時弟子は大勢いたので何も全員買いに行かせる必要はなかったと思います。それでもイエス様はあえて一人になることによって弟子たちを買い物に行かせて、たった一人井戸のそばに座っていたんですね。そこで座っているともう一人の登場人物が現れます。実はこの人物こそイエス様があえて誰も通らないサマリアを通り弟子たちの買い物を行かせ一人になっていた理由でした。イエス様はこの女性が今日この場所に来るんだということを知っていたんですね。彼女に出会うために井戸のそばで待っていた。そこに現れたのはサマリア人の女性でした。ユダヤ人からは忌み嫌われ避けられていた、そんなサマリア人の女性。この女性について聖書は多くは語っていません。しかし聖書の記述からいくつか推測することができます。まず一つ目、この井戸を訪れている時間、第6時っていうふうに書いてあるんですけれども、これは今の時間でいうと真っ昼間の12時頃を指していたと言われています。パレスチナ地方は先ほど説明したようにすごく暑い地域です。通常井戸に水を汲みに汲むのはそんなに真っ昼間ではなく少し気温が下がった夕方、日が落ちてからでした。にもかかわらずこの女性は一日の最も暑い時間に誰も水を汲みに来ない時間に水を汲みに行っていた。つまり人目を避けていたということがわかります。何か人に会いたくない事情があった。そして実は18節にその事情が何だったかということが書いてあるんですけれども、なんと彼女は5回も離婚していたということが書いてあります。度重なる結婚の失敗、こんなはずじゃなかったという絶望の中にいたことでしょう。しかも実は当時の社会では女性から離縁するということはできなかった。つまり5回の離婚というのは全て男性側から切り出したということになります。そういう意味ではこの女性は5回も男性に捨てられているんです。5回も捨てられて傷つき失意のどん底にいたはずです。そしてもう一つ分かることが、今彼女は結婚をせずに結婚していない男性と一緒に住んでいるということが書かれています。今でこそ、同性というのは、よくあることですけれども、当時はありえないことでした。結婚前の夫婦でさえも共に生活することは許されなかった。そんな中で結婚もせずに同居している。もしかしたら度重なる結婚の末に結婚に踏み出せなかったのかもしれない。それとも男性にいいように利用されていたのかもしれない。いずれにせよ心身ともにもボロボロになった。疲れ果てた彼女の姿がそこにはあったはずです。今よりも地域の結びつきが非常に強い時代です。街の中でおそらく彼女は外に出ていくと白い目で見られたことでしょう。外にいると、あいつは汚れた女だ、近寄るなと、ひそひそ噂話が聞こえてくる。その中で彼女は誰にも会いたくない、誰にも会わずにこっそり井戸に向かっていきました。イエス・キリストが一人井戸のそばに腰掛けていた時現れたのは、そんな暑い中重い水がめを持って誰かに見られないかとビクビク怯えながら歩いてきた、そんな彼女の姿だったのではないでしょうか。彼女は誰もいないはずの時間、井戸のところに座っている人物を見つけます。しまった、こんな時間なのに誰かが座っている。
見られない顔だ。この人はサマリア人ではない。服装からしてユダヤ人かもしれない。しかも宗教指導者ラビのような服装をしている。この人は一体誰なんだろう。なんでユダヤ人の教師がこんな暑い時間に、しかもサマリアのこの地域にいるのだろうか。彼女はきっと不思議に思ったはずなんですね。すると突然座っていたその謎の人物が彼女に話しかけます。私に水を飲ませてください。これは実は当時ではかなりありえないことでした。まず男性が、しかも、ユダヤ教の教師が女性に話しかけるということ、さらにユダヤ人がサマリア人に話しかけるということは当時はありえないことでした。当然彼女はもうビビります。完全に不審者ですね。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の私に飲み水をお求めになるのですかと旧説で彼女は質問します。サマリア人の、しかも女性の私にどうして。するとその人物は、自分から水をくださいって言っておいて、さらに意味不明な返答をしてきます。10節、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。水をくださいと言っておきながら、私が誰か知っていたらあなたの方から水をくださいって言うでしょうっていうふうにですね、もう会話にならないわけですね。もう多分現代だったら通報されてるかもしれません。完全に会話にならない。女性は当然戸惑います。この人は水が欲しいと言っていたのに、なんか今度は私が誰か知っていたらあなたから水をくださいと求めたでしょうと言い、しかも生ける水をあなたに与えますと言っている。この人何か私にくれようとしているのかな。あ、でもこの人何も持ってない。手ぶらだ。汲むものも持っていない。あ、先生、あなたは汲むものを持っていないようですし、この井戸は深いんです。そのあなたが言うその生ける水、どうやって手に入れようと言うんですかと彼女は当然の疑問を投げかけます。するとイエス様はこう答えます。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。喉が乾くことのない水。そしてただ喉が乾くことがないだけではなく、その水がその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出てくるというんです。これは一体どういうことでしょうか。実はイエス様はここで彼女の実質的な必要である水を例えに出しながらも、彼女のその乾いた心、その心を満たす命の水のお話をされています。あなたはこの水を飲んでもまた乾きます。あなたの心は乾いています。あなたのその乾いた心に生ける消えることのない水をあげましょう。私が与える命の水は心を潤し、その人の中で泉となり、永遠の命の泉が湧き出ます。しかし女性はイエスが物理的な水の話をしていると思い、もうここに水を汲みに来なくてもいいように、その水をくださいと言います。彼女にとって井戸に毎回水を汲みに来るというのはきっとすごく苦痛だったと思うんです。現代はもう水道があるので、蛇口をひねればすぐ水が出てくるの、ちょっとイメージしづらいと思うんですけれども、しかし当時水を汲むためにはかなりの距離をですね、重い水がめを持って歩く必要がありました。しかも彼女は人に会いたくない。誰かに会うかもしれない、もしかしたら身内に会うかもしれない。ビクビクしながら遠い道のりを重い水がめを持って歩いていた。もしそんな水を汲みに来なくていいなら、その水が欲しい、外に出なくてもいいように私にくださいと彼女は言います。しかしイエス様はそれよりもはるかに大きなものを彼女に与えようとしていました。イエス様は私たちが自分で、あ、自分はこれが必要だと思っている以上に、私たちが本当に必要としているものを何か知っておられます。彼女が本当に必要だったのは、彼女が水を汲みに
外に出ていかなくてもいいようになくならない物質的な水ではなく、まあ、確かにもし彼女の家に水道の蛇口があれば外に出なくて済むかもしれない。それでもそれでは実は問題の解決にはならないんですね。その彼女がビクビクしながら人目を気にしながら水を汲みに行かなくてはならない、その彼女の現実、その根本にある問題こそがイエス様が解決しようとしていたものでした。物理的な水ではなく彼女の乾いた心を潤す命の水。ではその命の水とは一体何でしょうか。最初の質問に戻りたいと思います。私たちは喉が渇いたら水を飲みます。では心が渇いた時どうすればいいのか。喉が渇いているということは脳が私たちに水分が足りないよというサインを送っているということでしたが、では心が渇いた時私たちは何が足りないのか、何があればこの心の渇きは満たされるのか。私たちの心に必要な水、それは愛です。この女性は心の渇きを満たすために男性を求めました。恋愛に結婚によって彼女は心の渇きを一生懸命満たそうとしました。誰かに認められたい、受け入れられたい、愛されたい、そう思いながら私たちは自分の存在を認めてくれる、受け入れてくれる存在、そういうものを常に探しています。そして誰かに自分の思いを話して、そうか、辛かったね、わかるよと言われると、ああ、この人は自分を理解してくれたと思う。そして心が一時的に潤されます。しかし水を飲んでもまた喉が渇いてくるように私たちの心もまた渇いていくんですね。ある芸能人は結婚会見でこう言いました。彼は私を理解してくれる良き理解者です。私たちは理解してくれる人、愛してくれる人に惹かれます。しかし理解されるともっと理解されたい、もっと認められたいと思う。そしてやがて理解されない部分、お互いに認められない部分が見つかってくる。そうするとその感情はやがてどうして理解してくれないのかという怒りや失望に変わっていきます。私のことを理解してくれる人だと言って結婚したその芸能人は結局数年後離婚してしまいました。その離婚の理由は価値観の違いでした。この人なら私を理解してくれると思って結婚した彼女は価値観が違う、つまりお互いを理解できないと言って離婚していったんです。それが私たちの現状です。誰よりもこのサマリアの女性は人間の愛の限界を痛感していたと思います。最初は希望に満ちた結婚だったでしょう。しかしこんな人だとは思わなかったと言い互いに傷つけ、何回も何回も離婚を繰り返していくうちに失望し渇き、心が絶望していった。そしていつしかこっそり人目に隠れて暮らすようになっていった。どうしてこのようなことが起きるのでしょうか。どうして愛されたい、認められたいと思う私たちのその心が満たらされることはないのでしょうか。私たちのこの心の渇きの原因、私たちの心が満たされないその理由は私たちの心の中にある罪というものです。認められたい、受け入れられたい、愛されたいと思いながらも私たちの心には人には見せられない闇があります。妬みや憎しみや傲慢や嫉妬、さまざまな汚い思いが私たちの心の中には潜んでいます。すべてを受け入れられたいと思いながらも自分のすべては見せたくない、認めてほしいと言いながらも私たちは自分の人には見られたくない部分を一生懸命隠しながら、見てほしい部分、理解してほしい部分だけを見せようと一生懸命になっている。そういう恐怖と期待の板挟みで生きている。それが私たちの姿です。心に罪があるからこそ他人の欠点や汚い部分ばかりに目が行き、相手を裁き、相手を非難し、攻撃してしまう。そして愛されたいと思う自分にも、また相手にも心の中には隠したい罪が
ある。その罪が大きな壁となって本当の心の満たしを不可能にしてしまう。だからこそ私たちの心の渇きは満たされることがないんです。私たちが 100% 受け入れられるため、 100% 愛されるためには、この闇の部分である罪が解決されなければいけない。罪の解決なしでは、いくら愛を注いだとしてもまたすぐに乾いてしまうんです。サマリアの女の心の渇きを癒そうとしたイエス様、その水を私にくださいと物理的な水を求めた彼女に対してイエス様は何と答えたか。一見また意味不明な返答をしています。水をくださいと言った彼女に対して、あなたの夫をここに連れてきなさいというふうに返すんですね。一見意味不明な答えです。水をくださいと言っているのに夫を連れてきなさいという。しかしこのイエス様の発したこの一言がこの箇所の大事なターニングポイントなんです。あなたの夫をここに連れてきなさい、この一言は彼女の心の中、彼女の心の奥底にあった闇の部分を見事に打ち抜く一言でした。5回結婚に失敗し、今は6人目の男性と人目を隠れて一緒に暮らしている。法的には確かに彼女に夫はいない。イエス様はそれらを全て知った上で、あなたの夫をここに連れてきなさいと言われた。そして彼女の心の闇をあえて照らされたんです。イエス様は私たちの心の渇きを癒すために、その元凶である罪から救うために、その罪を見て見ないふりはしません。むしろその私たちの心の闇のど真ん中を照らされるお方です。実は私たちが一番触れてほしくない部分、一番隠したいところは、実は一番触れられなくてはいけない場所だということをイエス様は知って、私たちが手術をするとき、一番痛いと思う場所、一番痛んでいる場所にメスを入れなければ病気は治せません。痛いのは嫌だからといって手術を拒んだら悪化するだけです。サマリアの女のその傷ついた心にメスを入れるために、イエス様が発した言葉が、あなたの夫を呼んできなさいでした。彼女が最も乾いていた、最も傷ついていた場所、そこにイエス様のこの一言が彼女の心に届いていきます。彼女は動揺したでしょう。予想外の返答、そして一番触れられたくなかった、知られたくなかった部分を突かれた彼女は動揺し、精一杯返した言葉が、私には本当はいませんでした。これはある意味正解です。法律上彼女には夫はいませんでした。しかし彼女には5人の夫がここに存在し、さらに今は6人目の男性と一緒に暮らしている。その事実を伝えずに、表面的に夫はいませんと反射的にごまかそうとしてしまいました。同じように私たちも痛いところを突かれると、しばし無難にごまかしてやり過ごそうとしてしまいます。本当の問題から、罪から目をそらし、それらしい言葉で取り繕ってしまう。しかしイエス様はそんな彼女の言葉を見逃しませんでした。17節には、私には夫がいないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当ですと、はっきり彼女が隠そうとしていた事実を述べられます。しかしイエス様は彼女を責めていたわけではありません。むしろ優しく、彼女の心の闇に優しい愛の光を照らされました。普通に考えたら、私たちのことを全て知っている人がいるというのはとても恐ろしいことだと思います。もし私たちが隠そうとしている人に知られたくないという思いや習慣、その全てが今このスクリーンにバーッと出てきたら、もう私たちはここにいられないと思うんです。全知全能の全てを知っている神様がいるというのは、普通に考えたら恐ろしいことです。日本の伝統的な宗教観では、私たちは悪いことをすると罰が当たるというふうに言います。悪いことをしたら罰が当たるからやっちゃダメよというふうにですね、私たちはしつけられてきました。
ですから神様は全てを知っているから悪いことはしちゃいけない、したら懲らしめられるという感覚があります。だから全てを知っている神様がいると聞くと怖いと思ってしまう。しかし聖書が語る神様は実は決定的に違うことが一つあります。それはイエス様は私たちの罪、その汚い部分を全て知っていながら、私たちのどうしようもない汚い思いや行動を全て知っていながら、それでも徹底的に私たちを愛してくれるということです。それはまるで生まれたばかりの赤ちゃんを見つめる親の眼差しです。どんなに赤ちゃんが暴れても、ご飯を食べなくても、夜泣きわめいて夜寝れなくても変わらずに愛し、大切に育てられている赤ちゃんのように、知っているよ、あなたの罪も全て知っている、それでもあなたを変わらず愛している、だから私のもとに帰っておいでと招かれる、それがイエス様です。そしてその愛のゆえに、人間の心を蝕む罪という病から救うために、イエス・キリストは地上に来られ、人間の代わりに十字架で死ぬことによって全ての罪の刑罰の身代わりになられました。聖書が語るメッセージは、私たちがイエス・キリストを信じることによって私たちの罪が許され、愛そのものであるイエス様が私たちのうちに住まわれるということです。命の泉が共にいてくださる、私たちの中に住まわれる、私たちの中で泉となり永遠の命の水が湧き出る。先ほど語られた命の水とは、罪の許しによる救いのことです。私の教会でこの前、小学校の子供たちと水鉄砲大会をしたんですけれども、みんながバーッと走り回る中で、一人の男の子が給水器の蛇口の隣にずっと立って、そこからみんなを撃っていたんですね。大丈夫かなと思って、大丈夫、どうしたのと聞くと、彼は、ここにいれば永遠に水の供給がなくならないんだぜというふうに言っていました。なるほどと思ったんですけれども、水の源である給水器の隣にいた少年は、どんなに水を打ってもすぐそこで水が補給できました。でも私たちのその愛の源であるイエス様が共にいるとき、たとえ心が渇いても、私たちの内側から止めどなく溢れる泉が湧き上がってくるんです。それは愛の泉です。あなたを作り、血のみ子が愛され、母親の腕に抱かれているような安心感、自分の全存在が認められている、何も隠さなくていい、取り繕わなくてもいい、命の水である救いをいただき、愛の泉が心の内側から湧き出てくる、それがクリスチャンになるということです。その心の闇を照らされたサマリアの女性は、その後どうなったでしょうか。この後の会話は少し長いので、時間の関係で少し割愛しますけれども、彼女は最終的にイエス様との会話の中で、自分が話しているこの人物こそが救い主なんだということを知っていきます。そしてその後どうなったか。彼女はなんとその後町に出て行き、イエス・キリストのことを町中の人に伝えたというふうに書いてあります。これは信じられないことです。今までビビって人にもう会いたくなかった、隠れていた彼女が、12時に猛暑の中一人こっそり井戸に来ていた彼女が、町に出て行き人々に、私は救い主に出会いましたと伝えて歩いたんです。イエス様は実は彼女に、今までの罪を捨てなさいとか、私のことをみんなに今から伝えていきなさいとか一言も言ってないんですね。それでも彼女は嬉しくてしょうがなかった、伝えたくてしょうがなかった、自発的にイエス様のことを伝えていった。彼女の変えられた姿を見て、多くの人が何が起きたんだと驚き、そしてイエス様を信じていきました。彼女を通してこの町全体が変えられていきます。よく私は、クリスチャンはあれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけないって、お前大変だなと友達に言われます。しかしクリスチャンはいい行いをして救われる宗教じゃないんですね。というより僕は宗教じゃないと思っています。宗教というのはいいことをいっぱいして、
もういいことをあと362回したら救われるみたいなんですね、もう善行を積んでいって救いを到達することを目指しますけれども、クリスチャンは逆で自分のどうしようもない罪が自分ではどうにもできないことを認め、そしてその罪を許し、それでも愛し、十字架の上で自分のために死んでくれた方のその愛に応えていく、そういう生き方、ライフスタイルなんだというふうに思います。私たちの心には渇きがあります。認められたい、理解されたい、愛されたいという思いがあります。しかし同時に私たちの心には人には見せられない汚い罪があります。その不完全さのゆえに私たちは自分の力で自分の心の渇きを満たすことはできません。一時的に満たすことができてもまたすぐに乾いていく。そしてそんな自分の心の闇を必死に隠しながらそれでも愛されたいと生きている。しかしそんな私たちの闇をすべて知りながらそれでも徹底的に愛してくださる方がいる。その方はあなたの、また私の罪を解決するため代わりに十字架で死なれた方、イエス・キリストです。もし今日初めてこの聖書の話を聞いたという方がいるならば、もっとぜひこの聖書に書かれているイエスというイエス・キリストという人物を知っていただきたいと思います。日曜日教会に足を運んでいただきたい。また聖書はどこから読んでいいかわからないと思いますので、2階の書店には分かりやすく説明した本もたくさん置いてあります。すでにイエス様を信じてクリスチャンとなった人も、またもう一度私たちが救われたという意味を思い起こしていきたいと思います。あなたには人には言えない心の闇があるでしょうか。誰にも見られないように必死に隠してきた罪があるでしょうか。イエス様はあなたのその心の闇を愛の光で照らされようとしています。2000年前、誰にも会わないようにこっそり井戸に近づいていったサマリアの女性、その彼女のもとにイエス様が現れたように、今日私たちのその罪の現実の中で、その痛みの中で、その失望の中で、その闇の中で、2000年前と同じ姿でイエス様はあなたが来ることを待っています。井戸のそばであなたが来るのを今も待っておられます。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。一言お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、私たちは喉が渇くのと同じように時に心が飢え渇くことがあります。そしてその心の渇きを満たそうとさまざまなことを挑戦し、人に認められたい、受け入れられたい、愛されたいと思いながら、それでも満たされないその気持ちを持って死にもがいているような姿があります。それと同時に私たちの心には人には言えない汚い醜い罪の姿があります。私たちは人に全てを受け入れられたいと思いながらも、人に全てを裂き出すことができない、そんな弱い存在です。そしてその罪があるために私たちの心は満たされることはなく、常にもっともっとと新しいものを求めてしまう。しかし主よ、あなたは私たちのそんな罪の現実をご存知です。そしてその罪を知った上で、それでもなお私たちを愛し、そしてそんな私たちのためにクリスマスの日に人としてこの地上に来られ、十字架の上で私たちの罪のために死なれました。私たちがあなたから永遠の命の水を与えられるということはどういうことか。あなたの罪の許しによって私たちは罪を許され、あなたと永遠に共に生きていくことが許されるようになりました。
愛そのものであるあなたが共におられ、私たちの心の内から泉が湧き出てくる。私たちはあなたに自分の心をさらけ出して、あなたの愛の光で心の内側を照らされて、私たちの罪をあなたの御前に出して悔い改めて、もう一度あなたのもとに立ち返っていきたいと願います。主よ、どうかこれから始まる日々も、さまざまな課題は、さまざまな現状は変わらないかもしれない、あの職場で、あの大学で、またあの人間関係の中で、あの家庭環境の中で、考えたくないような現実が待っているかもしれない。しかしそんな中に、そんな私たちが誰とも会わないように必死で隠れながら、暑い中水瓶を担いでいった、その井戸のその場所に、あなたはすでに私たちの先に待っておられます。そして私たちがあなたのもとに帰ることを待っておられます。主よ、どうか私たちがあなたの御前に素直に出ていき、あなたと共にこれからの日々を歩んでいくことができるように、あなたが守り導いていてください。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アメン。